幸福寺、アシュラ像。国宝アシュラは、八部衆、または二十八部衆に属する、仏教の守護神。略して、修羅とも言う。六道の一つであり、戦闘をこととする、鬼類。五道には含まれないが、面向きの一つとするときは、アシュラ道である。頓孔抜孔靴、第二百四十九窟のアシュラ。六世紀。右上に風神、左上に雷神。 アシュラは、ボン、アスラの恩者であり、アスラ、アソラ、アソラク、アスリン、アスロン、アソラなどとも書く。漢訳は、起点、負担性。アシュラは、古代インドのアスラが、仏教に取り入れられたものである。仏教以前においては、位置づけに変遷があり、仏教内でも、位置づけに諸説がある。アシュラの住む世界を、アシュラ道といい、主張がその後の結果として、 輪廻転生する六種の世界である六道のうちの一つであるを参照。アシュラに関する逸話は仏教の諸教の中に多くあり、大釈天と戦うことがよく記されている。そこから、シュラバ、シュラの地また、シュラの戦などの熟語ができた。一般的には、サンスクリットのアスラは、歴史言語学的に正確に、アベスター語のアフラに対応し、 おそらくインドイラン時代にまで遡る古い神格であると考えられている。古代インドでは生命世紀の前身であった。名称も本来サンスクリットの明日に由来するが悪者とみなされるようになってからは映画否定の窃盗ごと解釈され、否定、比類などと訳された。大釈点とよく戦闘した神である。仏教に取り込まれた際には、 仏法の守護者として八部衆に入れられた。六道のうちの天と人間道、修羅道を三千種と言い,い、畜生道、楽器道、地獄道を三悪種というが、三悪種に修羅道を加えて四悪種とする場合もある。北ッケ行では、アシュラは悪として書かれることは圧倒的に少なく、基本的には三千道の一つもしくは八部衆の一つとして描かれており、 全種の存在である。また、ご道を立てる際には、アシュラは独立させず、他の道に属させる。アシュラは、大借天に歯向かった悪気心と一般的に認識されているが、アシュラはもともと天界の神であった。アシュラが天界から追われて、シュラ界を形成したのには次のような逸話がある。アシュラは正義を司る神と言われ、大赦天は力を司る神と言われる。 アシュラの一族は大釈天が主である通り天に住んでいた。またアシュラにはシャーブラという娘がおり、いずれ大釈天に嫁がせたいと思っていた。しかし、その帝釈天はシャーブラを力ずくで奪った。それを怒ったアシュラが大釈天に戦いを挑むことになった。大釈天は配下の四天皇などや三十三天の軍勢も使わせて応戦した。戦いは常に、 ミカドシ側が優勢であったが、ある時、アシュラの軍が優勢となり、大釈天が後退していたところへ、アリの行列に差し掛かり、アリを踏み殺してしまわないようにという大釈天の慈悲心から軍を止めた。それを見たアシュラは驚いて、大釈天の計略があるかもしれないという疑念を抱き、撤退したという。一説では、この話が天部で広まって、アシュラが追われることになったと言われる。 また一説では、アシュラは正義ではあるが、シャーブラが大尺天の正式な夫人となっていたのに、戦いを挑むうちに許す心を失ってしまった。つまり、たとえ正義であっても、それに固執し続けると全身を見失い猛衆の悪となる。このことから仏教では天界を追われ人間界と楽器界の間に修羅界が加えられたとも言われる。六道の一つ、猛衆によって苦しむ。 争いの世界。家宝が優れていながら、悪号も多う者が死後に、アシュラになる。人間道の下とされ、天と人間道と合わせて三千種、あるいは、畜生道、ガキ道、地獄道の三悪種と合わせて四悪種に分類される。業も向きに、修羅道はなく、天とに含まれていた。また、ゾ一アゴン行と、消防年度コロでは、人通力を持つマラミガキのアシュラと、 海底地下8万4千0人を住処とする畜生道のアシュラがいるとしている。清行によれば、アシュラたちは身長や寿命33点の住人と特徴を同じくする。身長は1油人で寿命は1中夜が人間の100年で繊細。形色、楽、寿命の3点において人間にまっさる。消防年度頃教では、 寿命は五千歳。消防年度頃境によれば、異色は望むままに現れ、展開と変わらぬ、上等なものが得られる。大地泥によれば、人間道に勝る食事ではあるが、竜王の食事が最後の一口がカエルに変わるように、修羅の食事も食べ終わるとき口の中に泥が広がるため、人間道に勝るものではない。 アシュラ王の名前や、スミカ、ゴーモトなどは教論によって差異がある。パーリ語では、アシュラ王にラーフ、ベパシティ、サンバラ、パハーラーダ、ベラコナ、バリの五つの名が見られる。ただし、大乗仏典では、一般的に、アシュラ王は四人の王とされることが多い。ホッケ行女本には、四人の王の名を挙げ、各一万千の剣族を有しているとある。また、十字行や、 消防年どころ京巻18から21には、これら4人の住処か、業元、寿命などを説明しており、その住処は、病高山の北側の海底地下8万4000油順の間に4装置に分けて住していると説く。以下説明は主に消防年どころ京による。その他、清行では、趣味山の東西の面を去ること千0順の外に、ひましたらの宮があり、 十王八万輸順であるといい、また修羅の中に、極めて弱き者は、人間産地の中にありてジュース、すなわち今、西方の山中に大きくて、深い岩屋があり、多く否定イコール、アシュラの宮があるという。アシュラ王の帰え北っ行妙法蓮華行女本第一、によると四んだアシュラ王は、霊衆山へ赴き釈迦の説法を聞いてフッツに帰えしたと、言われている。法流寺のアシュラ像は、 仏教へ経した後に、釈尊の涅槃の時に駆けつけた時の姿の像である。アシュラこと仏教に経したアシュラは戦闘のみをことにする、仏ではない。アシュラのことをアシュラごとと言う。アシュラごとは、アシュラの福徳によって、聞こうと思えば誰もことを聞かないのに自然に音が出ると言う。ただし、アシュラ像はなぜかアシュラごとを持っていない。シュラシャシュラシャ。 または、道具としての、修羅とは、大石を動かすためのソリのことである。大尺を動かせるのはアシュラだけとのことからこの名前が、ついたという。アシュラの姿は、基本的には三面六臂で造形、または描かれることが多いが、三面四臂や三面二臂のアシュラ像も存在する。アシュラ像は、奈良県、幸福寺の八部修像、アシュラ像屋などがある。日本、中国、韓国、台湾。 ありがとうございます。